どう、安さんの歩き方は。これはこの渋谷の街で、女の子たちに男性の歩き方について気になるところを聞いていきたいと思います。まあ、その歩き方で結構こだわる女性も結構多いと思うので、まあ好きな歩き方、それからこういう歩き方はどうなのというところを聞いてね、意識調査していきたいと思います。役立てたい視聴者さんのために、じゃあ行ってこようか。はい。普段何やってる人？普段はニートやってる人。そうなの？働いてないです。どうやって食ってるの？親の朝、親の金と男性の歩き方についてなんだけど、はい、見ちゃいますか？いや、そんなに見ない。逆にその男性のこういうのはあんまり嫌だなっていう歩き方とかありますか？ガニ股。そうやね、ガニ股だとなんで嫌なの？なんかダサくないですか？どんな印象、どんな性格だと思う？短そうって。あ、確かに確かに。友達来た。オッケーオッケー。そしたらじゃあ、入っちゃうか。黒髪のお姉さんは、はい、いいと。いや、働いてます。働いてそう。はい、OL。 男性の歩き方見ますか？見ますか。歩いてるとこ、歩いて、いや、変な人だったら見るよ。どういう歩き方嫌ですか？え、普通じゃない。どういうの普通じゃない？やばい歩き方。ステップ踏んでたみたいな。ただやべえやつが見るよね。渋谷結構いるしね、そういう人。いるいる。楽しそうでいいね。多分ないが私かな。それはやばい。やばいね。やばい歩き方するの。いや、友達といる時とか楽しくなったら楽しかった、ね、ステップ踏んじゃう。ステップ踏みます。歩き方意外と見なくない？そうなんだ。普通の歩き方してない？そうなんね。なんかガニ股口嫌かなと思って。ああ、なるほど、ね、なんか足短そうじゃない？オラオラみたいな。オラオラ。お客の人とか見ちゃうかも。前歩いてた、いや、なんかすっごくやべえみたいな。なんか背が高い人って結構お客の人多いんで。ほら、お客。違う違う。高さ合わせてるんだ。なんか姿勢悪そうだなとか。じゃあ姿勢がいい歩き方の方が評価は高いってこと？そうですね。猫背の人は悪く見えますね。そうだね。やっぱ歩き方より顔じゃない？結果。いや、マジ元も子もないから。後ろ姿とかだと、前歩いてる人とかって歩き方は見ますね。ちゃんと背筋が伸びてるかとか。なんかこうスマホいじりながら歩いてたら足元見えるから。うん、なんか、ガニ股だなとか、内股だなとか。男性の内股やばい。男性の内股やばいね。あ、内股いる、たまに。マジキモい。あれだいぶキモい。あれだいぶキモい。ニートのくせに。ただ明るいからいいよね。そう、ニートネクラじゃないから。そこイコールじゃないんだ。そう。ああ、普段学生さん？はい。学生さん。うち歩き方変だから言えない人のこと。そうなの？それも変に見えなかった。めっちゃガニ股なんです。ちょっと歩いて。いやー、恥ずかしい、恥ずかしい。じゃあ男性の歩き方逆に見ちゃうってことはあんまりない？でも内股の人は気持ち悪いな。あ、男らしい方がいいですね。内股で歩く男子いるよね。え、でも座ったりするときとか内股になる。そうだ、かっこいい歩き方。スーツ。歩き方じゃねえ。スーツ着てみたいな。スーツ着てみたいな。ただわかるよ。なんかスーツ着てると歩いてるだけでかっこよく見えるよ。俺スーツ着たらモテるもん。聞いてない。聞いてない。わかりました。男性を見てて歩き方って気になりますか？あ、なる。なる。どういう歩き方が気になる？良くも悪くも。手が前に出てて猫背の人とか嫌だ。なんかさ、肩が内側に入ったら、どうせ背中も丸くなるからこんな感じになる。わかるわかる。じゃあお姉さん、逆にかっこいい歩き方でもいい？かっこいい歩き方。俺それ明日からやるから。かっこいい歩き方。普通でいい。猫背じゃなければいい。俺の歩き方どうだろう？そういうのもあるの？なんかオラオラは嫌だ、はい、あの肩揺らしてるやつ。それもオラオラだろ。あ、どうだろうね。なんかいるよね。オラオラじゃないけどこう揺れる人いるよね。そういうこと。オラオラの揺れ方が嫌ってこと、うん、ポケットで言って。マンジ系ね。そうそうそう、マンジ系。あ、今風マンジ系って言うんだ。マンジ系、マンジ系。確かにね、オラオラしてるのは嫌だ。嫌だ。じゃあ逆にこの歩き方だったら最高みたいなのあります？最高。かっこいいみたいな。ちょっと猫背で。猫背がいい。ひょろひょろなバンドマンみたいな。普通の歩き方。足切りにかからなければいいんだ。その変にオラオラじゃなければ、うん、マイナス評価はあるけど、これでプラスっていうのはそんなない、うん、オラオラじゃなければ大丈夫。なければいい。マネさんに関してはもう、なんかこういう感じの。そういう方がいいんだ。弱えじゃねえか。やっぱ強い方がいいんすか？
強いっていうか普通がいいです。普段何やってる人ですか？学生です。え、なんか横に揺れるのは嫌です。なんかあーいるみたいな。なんのあれいるよね。なんかラッパーみたいなの嫌です。いつもイン踏んでるみたいな。わかるじゃん。歩き方がなんか歩き方でイン踏んでるみたいな。どういうこと？なんかノリノリっていう跳ねてる感じ。よっしゃ。では、歩き方について質問をしてまいりました。今回二極化だったよね。まあそこは好みの問題だと思うので、まあ、どっちかっていうと姿勢を正して、歩いた方がみんな女性からの好感はいいみたいでした。歩き方、気をつけてターゲットの女の子に狙いを絞ってしっかりと狙っていくと、そんな感じでいけばいいんじゃないでしょうか。以上、現場から安野優太がお送りしました。またね。普通東京都元気チャンネルまた見てね。はい、東京ときめきチャンネルでは視聴者さんからこういうのやってほしいという企画を常に募集してます。一応コメント欄ちゃんと見ているので、視聴者さんのやっぱり見たい動画をね撮れたらいいと思っているので、そういうのがあったらどんどんコメント欄寄せてください。安野は出続けるけどいいかな。何せよ安野がね突撃でやっていこうと思いますので、どうぞどしどしとご応募、コメントくれたら嬉しいです。ではまたお会いしましょう。よろしくお願いいたします。